画家ヘンリーの造船9 0 7年ラフ1906年、現部将大正元年10月27日は、明治期の洋画家。今日、知名度は高いとは言えないが、明治期において本格的な油彩技法を習得した最も優れた画家の一人とされ、肖像画を得意とした。岡山市伊豆市村で、岡山藩市、原金兵衛久則の長男として生まれる。洋名は、熊助。 後改め、熊三郎、1883年からは熊太郎を名乗る。父、久則は、岡山藩のご融通方に勤務し、後に、第22国立銀行創設に加わった。1879年火星小学校卒業後は、進学せず、当時岡山にいた、洋画家、田垣四光と、平野雄也について、主に水彩画を習う。 1881年3月に、京都府が学校に入学し、小山光蔵田村隆史立に洋画を学ぶ。翌年、父の事業が失敗し一家は破産するが、田村や校長の田野村直入の計らいで授業料免除となり、富立速攻処備品の製図描きや、肖像画製作などのアルバイトで生計を立てた。1884年同校を、優等第一位で卒業後、 京都文谷図中学校をついで滋賀県市範学校の図画教員となる。1887年頃、画業に専念するため岡山に戻り、独学で主に肖像画を描きながら、研さを積んだ。またこの頃、日元州富士伏せ派の僧と学費上に接し、精神面で強い影響を受ける。日常は、毎夜武将を訪ねて教えを説き、それにより武将は、 妙理死欲を一切り捨て一生を微心に捧げることを誓ったという。1896年帝国鉱山局長、伊藤弥二郎と知り合い、その勧めもあって上京。武将の号は、この頃伊藤より送られた。伊藤らを介して、伊藤博文、西恩寺金持、北里柴三郎ら各界名詞の肖像画を描く。特に森村一左衛門とは、画家と顧客の関係を超えた、 親密な交わりを結んだ。1904年7月から3年間イギリスに留学、ロンドンナショナルギャラリーに、期、金曜日の週2回、ケンジントンミュージアムに週1回通い、当時多くいたという模写指導の専門家から助言を受けながら本格的な油彩技法を収めた。短期間のうちに伝統的な油彩技法を習得したことで、英国美術批評会のタイトルマリオンスピールマンに、 絶賛された。1907年11月に帰国。翌年赤坂離宮壁画制作の依頼を受けたが、帰国後は病気がちで、自身の制作に不可欠だった、フレークホワイトの一種が出順な日本では変色の危険があるという疑念からスランプに陥り、ついに完成することはなかった。対象元年10月27日遺願により死去。47歳。 伝統的な西洋画技法を習得したことによる堅牢なマティエールや時に十層にも及ぶ絵の具層から生まれる繊細微妙なニュアンスメリハリの効いた筆さばきによって天画な風格がある画壇から離れて活躍したことや出所が割れやすい肖像画を主にしたことがあり作品が美術史上出ることは稀で作品を収蔵する美術館も限られており 高い画力に比べて作品を鑑賞する機会は少ない。ありがとうございます。